なんだよお前、詐欺れよ。なんで詐欺しねえんだよ。あ、ごめんごめん。身分証明書提示するっつってたじゃん。はい。あれは本当に提示するつもりだったの？僕、なんかこの前、なんていうんですかね、新春のマクラーレンのアカウント3000円で売りますって言われたんですよ。で、なんか身分証明書提示するって言われて、ツイッターでやり取りしてたんですけど、で、なんか身分証明書提示されたんですよ。うん、僕、めっちゃ信じるために、なんか手箱に自分の荒野名書いて自撮り送ってくださいって言ったんですよ。リアルタイムのやつね。で、送られてきて、うん、でも信じちゃったんですよ。はいはい。で、なんか、電話番号も聞こうとしたんですよ、その詐欺られないために。でも電話番号は自分に迷惑かかるしとか言って、教えてくれなかったんですよね。どういうことや。電話番号教えない代わりに1500円にしますって言われたんですよ。うん、で、まあ1500円ならまあ引っかかってもいいやと思って1500円渡したんよ、Google プレイカード。そしたら見事、詐欺られて、身分証ちょっと使ってますね。だと思ったわ、お前。その身分証も。結局ってそれ拾いがなんですかね。持ち主ってやっぱいるんですかね。いやー、多分写真と名前を合成したやつをその詐欺師が拾って。で、僕その学校に電話したんですよ。そんな子いませんっつって。あ、芝刈り機消えちゃう。その偽物から連絡来たよ。ちょっと入れて。マジっすか？あ、いいっすよ、全然ちょうどいい。いやー、ちょっとね、今ね、30万のデータの足取りもついてないんですよ。あ、ローズなんだい。このたまげ族モサってやつも立派な今詐欺師やってんだけど、この子がそもそも詐欺られたきっかけが30万のアカウントを芝刈機ケイちゃんに取られたんだって。それあれでしょ、パンス4番ぐらいのやつでしょ。贈り物ちゃ 600M ぐらいのやつ。それは何？やっぱそうだよね。詐欺師が詐欺師、詐欺られたらもう詐欺師にどんどんなる。わかるよ。ゾンビだ、ゾンビ。俺も30万の取られてからこうなったから。こうなった言うな。それは何なの？初代芝刈機偽物？初代のケイチャーだと思う、それは。アブにされた時の多分芝刈機ケイチャーだと思う。ああ。じゃあ、あれでしょ？フォロワー数4万。あ、そうっすね。で、贈り物値、今は確か 700.8 とか多分そういうレベルだと思う。で、なんか贈り物値見ても、こいつ本物やんと思って。で、代行って本当はしちゃいけないっていうの知ってたんですよ、僕。でも深夜の2時くらいで、テンションがバカ上がりで。きついコード渡しちゃったから、普通に警察の前でしてくれたって君頭で判断ついたってことでしょ。詐欺師が詐欺師に相談してるわ。これ動画撮ってる？動画撮ってる。いや、さっき一回終わろうとしたんだよ、一通り。そしたらなんか、ちょうどよくお前から来たから、もう絶対あいつの仲間だと思う。その初代がさ、アカウントを詐欺ったとしたら、もうすぐ売っ払うの。芝刈機ケイチャーだとしたら、アカウントを詐欺ったら、速攻売り払う。いや、多分こいつのアカウントはもう復旧できない。偽物界隈に詐欺られた瞬間に、もう復旧できないよ。自己復旧対策をつけられてから、売られるからもう。多分君のアカウントが本当に詐欺られたのであれば、多分もう売られてるよ。そうなんですか？あいつが多分使うわけないじゃん、自分で。いや、でも多分。友達とかにあげたんじゃないですかね。どういうアカウントが送ってくるフレンドになるから。なんか今フォローしてないんですよね。友達に電話していいですか？あ、いいっすよ。いやー、貫禄ありますね、ローズさん。3人で行きましょうよ、じゃあ一回。ガチ勢すぎたんか、詐欺られたのが。偽物に詐欺られたら終わるっていうの、その自己復旧の対戦がまず詐欺られてて、そのまましかも復旧できたとしても売られちゃって、そのアカウントはもうすでに。それで、その買った人からまたアンチが来て、また詐欺師判定になるから、どちらにして復旧しても詐欺をやりたくなっちゃう。地獄だな。いや、だからもう詐欺られたら、もうどんどん詐欺師になるっていうのがそうなんですよ。だからもう自分が詐欺られてから、アカウント復旧で取り戻したけど、なんかまた詐欺られた判定になって、詐欺られてないですよって言ってんのに、詐欺師って言われるから、そこからどんどん詐欺師が、じゃあなってやろうっていうことで、なっていく。いや、マジもうパンデミックだな。いや、でも本当、いろんな詐欺師に話聞くとそのパターンだよ。だから、そうっす。だから、誰かからまず、学ばないと。お前、呼び名を決めて。なんて呼ぶ？ロズピーね。覚えてたらそれで呼ぶわ。あと、運営型発言停止とかにさせるの。だからおかしくなっちゃうんですよ、それやると。詐欺られたアカウントの人が復旧したとしても、その人がまだ発言停止のままで、詐欺師って言われてるけど、自分の発言できないから、詐欺師扱いにされて、そのまままた通報されて終わるみたいな。いや、詐欺師が返してくれるっていうのは引き継ぎコード発行できなかったりとか、コメントもなんかできないからツイッターアカウント教えらんないとかさ、結構やりづらかったもん、その運営の対策で。さ、たかが詐欺で発言停止とかにさせてるんだったら、そいつがじゃあアカウント復帰した時どうなんだよって感じなんで、その後のことを運営って全く考えてないです。なんか運営からしてるとなんか、元詐欺師が何言ってんだよって感じなんですけど。いや、それなマジで。マジでそれな。詐欺師も確かに悪いかもしれないけど、一番悪いのは多分あれ運営っすよ。普通に。運営が詐欺師増やしてるのもんなんであれ。詐欺された時の対処法が問題がある。復旧は確かにいいかもしれないけど、もう自己復旧できる時点でマジバカだし、僕も初代の頃は初期枕とか、まあ、自己復旧バグの偽装課金 DK そのまま復旧して、それバンバン売ってました。悪事さらすな、お前は。せっかく構成して、こいつね、こんな感じだけど、今アカウント復旧のね、サポートとかして、ね、評判良くなって、そっか、じゃあ戻ってこないのか、たまげ族のアカウントは。やべえああいう近い。なんかお前ら、兄ちゃんと弟見てるな。でも、僕以上にやばいやつもいるんで、普通。僕これでもまだほぼ二流みたいな感じなんですよ。そうだよね。本当にガチガチでなんかパソコンとか使えてガチガチ頭切れてさ。逆にそういうやつしかいないっす。その詐欺グループの中で変な外人に、例えば自分からしたら相手にちょっとイラってさせるようなことをした瞬間に、そのいつも上の人は必ず外人に頼んでまず住所とか特定させるんで。外人？いや外人は頭悪いんじゃなくて、そういう仕事なんです。あ、みんな乗ってんの？ちょっと運転があって。いや、いいっすよ。怖いですね。いやもう本当にガチガチな詐欺師だったらこんな俺の動画に出てくれたりしないからね。いや、普通にしないっすよ。だって、ね、表に出ないでしょ。いや、表に出ても別に、また新たに考えればいいって考えるの。でもね、うちの界隈で1000万の課金してたら取られてるやつもいるから。1000万課金した、まず。普通になんか金コートとか、なんか、普通に金膜とかピン膜とか、あとスイカの初心版とか、えぐ金枕あれ以外、全部豪華限定版持ってるやつとか、そういうのが詐欺られてるから、うちの界隈もどんどん成長していくんだよ。成長していくんですよ。成長していく。だって詐欺師がどんどん増えていくんだったら、その分そいつらにも知識与えて、自分たちで学ばせて、そいつのひらめきも一応、使えなくはないから。でも通報とかって意味あるんですかね？なんかないって聞いたんですよね、全然。フレンドに。いや、あれはマジで、本当に何のためにやるのかわかんない。ツイッターでさ、銀杏さんがさ、ガチガチにやりますみたいなツイートしなかった。あ、でもあれは、チートを売った場合は犯罪ですけど、チート売らなかったら全然犯罪じゃないんで、みんなバリバリやります。チートってかな、詐欺に関してのツイート。でも、小屋コードってルールないんですよ。ルールっていうか、ルールはない戦いを言いたいだよ。ね。運営がなんかああやってなんか詐欺師のことをなんか、戦うとか、揺さぶるような発言をしてるから、だからもっと増えるんだよなと思うんだよね。火ついちゃうわけね。いや、じゃあもっとこっちもやってやるよみたいなね。そう、だから運営が、なんか詐欺一回でもしたら逮捕させますとか、そういうことをなんか言いふらしちゃうと、じゃあ本当に逮捕されるのかやってみようとか。クソだけでもだってそう思うじゃないですか、普通に。思うかねえ、僕思いませんよ、逮捕される。そこ結構ハードル高いと思うけど、お前ぐらいだろ。いや、でもそういうことを考える人も少なくともいるじゃないですか。だから、まあ、いないことはない。変なこと言えない方がいいと思うんです。裏側でやってて、気がついたらそうなってればいいだけで、表向きでそんな別に刺激することではないってことね。いや、しかし、詐欺られるやつ、本当減らんな。全然減らんな。僕なんか返してくれましたよ。返して欲しかったら5万出せって言われましたからね。でもね、俺ね、ガチでリアルバカだよ。毎回期末テストとか中間テスト全部0点だもん。それやってねえから。それ、学校の勉強なんかさ、知識じゃん。知恵じゃないじゃん。覚えてるかどうかだから。君の場合はもう知恵力があるからさ。応用力とか。詐欺ってみんな悪いっていうふうに思うかもしれないけど、悪いです。なんか会話をするためには、その詐欺っていうのは一番会話をする中で学びやすいんですよ。扱い方とか。まあ交渉術とかも入ってるからな。スーパーとかでこれ買いませんかとかなんかやってるやついるじゃん。ああいうやつになりたいんだったら多分詐欺師になった方が早い。いやだって相手の営業マンには向いてるわ。そう、相手の信用のさせ方とかわかるんだったら全然活用できるし、これでも。みんな詐欺やってるから、ただの人間のゴミで、いずれなんか就職もできないとか、そういうことばっかコメントで書いてくるやつもいるけど。いや、詐欺師はね、それはマジで。詐欺師は普通に営業ができるサラリーマンになると思うよ。まともな企業入ったら。うちの界隈の詐欺師も結構まともな営業マンいますよ。いいだろうね。むしろ成績いいと思う。いや、定価でも。下の方からだいぶそこのダウンしてわざと頭を見せないっていうね。うまいのか俺が下手なのかわかんないけど、ちょっと今の会話はあれだな。今のこの視点の会話は多分全カットだ。いや、まあギリいけると思うよ。嘘、飛んできた。いやー、マジ、ロズピの参戦でまさかの多分これ前後半動画だわ。2本立てだわ。ちょっとロズピ、最後締めて。よく詐欺られてしまう人たちに向けて、一言。だからその偽物とか偽物以外に詐欺られた人たちは多分僕のツイッター来れば別に僕の端末からでも別に復旧とか可能なんで。おーみたいなんでツイッター彼のロズピーのツイッターアカウント乗っけとくんでもしなんか不具合あっても僕に連絡してこないでください。自己責任でと一応逃げておく